はい、もやしたっぷりレンジ蒸し。はい、鶏もも肉です。300g あります。もやしの上に調味料を混ぜた鶏肉を乗せていきます。さあ、もう一度もう一度かけます。はい、OK です。ふわっと盛りたくなるんですけど、これよりバンと破裂してます。あと10秒で、はい、終わりです。あと3分間このまま蒸らしました。お、出来上がってますよ。完成です。熱いですよ、まだ。完成です。